それで追い詰めたつもりか？見くびられたものよ。よう滑るわ、力。この赤き輝きを。忍者として知られ、幼き頃の憧れであった我が父は、無情にもわしを里子に出し、不死の縁を自ら絶った。猛徳と出会い、人との絆に価値を見出しかけたが、燃える都を前に仲間はわしの元を去り、淡い夢は再び打ち砕かれた。頼るべきものとして残されたのは、赤き輝きがもたらす力のみ。その輝きが尽きるまで抗っても勝てぬとは。真の絆とは、核も強く美しいものであったか。礼を言わねばならんな。猛徳、遅いぞ。はよ天下に絆の価値を示さんか。本所よ、天の星になり、わしを見守ってくれ。ここの弾薬は兵をよこして回収させよう。あとは任せた。
の竜、間違いなきっと浮きつもあそこに。ここまで生き残るとは、お主には天運があるのやもな。どうだ、虫と共に真の丹薬を作り、神仙境を目指さぬか。あなたの好きにはさせない。交渉、手を貸すのじゃ。竜を抑え込むぞ。僕は持たんぞ。わしには従わぬというか、ならば神仙境の逃げとなれ。ここで雲つとなり渡し、お主の真の手を。このわしをここまで追い詰めるとは。真の丹薬には未だ届かぬが、やむを得ぬ。いかん！かくなる上は天下の大乱より生ずし、この丹薬に命運をかけてくれようぞ。
終わったね。これで兄さんもようやく眠れる。うん。さて、あとは任せてわしらは戻ろう。また様子見に来るね。弾薬によって蛇竜と合一し、決議の力によって人の身に戻った。それが思わぬ結果を生んだものよ。今や竜の丹田は我が身の内にある。お主には感謝しておる。褒美として。念入りに殺してくれようぞ。Thank you.
奴を倒す方法はありません。竜の鍛錬、これぞ神戦に至る力よ。
奴を倒す方法はありません。Thank you.
竜の丹田を持つ一族、その身の上を隠すため過ぎた力のあるこの目を自ら封じていました。浮津はこの身を利用し真の丹薬を作ろうとしましたが、浮津の闇に完全に支配されるよう耐え続けました。あなたとの絆を支えに、絆を信じて戦い続けるあなたの勇姿を見て、私は心を決めました。この目は開くべきだと。喜ぶ顔が目に浮かぶわ。お前がいれば百人力だ、うん、共に兄者のために尽力しようぞ。なあ、ここに改めて誓おう。我ら心を同じくして助け合い、困窮する者を救わん。上は国家に報い、下は民を休んずるために。方角来た、放て。鍛え上げたようだな、黄金。はっ。敵は皆川底に沈むでしょう。次の目標へ移動。父上、兄上、孫家の行く末ご商覧あれ。次は南とか、また忙しくなるな。うん、新しく入った芝居というものの検索らしい。禁じられた力か。
行かれるのですね。うん、まだ勇気を感じるから、あなたも来る。私はここに残ります。天命が見えるこの目で時代を切り開くために。放て！